日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は初夢について皆さんにお話をします前回のエピソードで「初」という字がつくと初めてすることを言うんだよという話をしましたね 皆さん覚えていますかということで初夢は一年のうち初めて見る夢のことを言いますですから1月1日に寝てその夜に見た夢が初夢というわけですところで皆さんは今年どんな初夢を見ましたか 夢は見ても内容を覚えていないことがほとんどですがもし覚えていたら今から言うものが夢に出てきたかちょっと思い出してみてください富士山鳥の鷹ナスどうですか今の3つを夢に見た人はいましたか 日本語では縁起の良い初夢のことを「一富士、二鷹三なす美と順位をつけて言っています初夢に今のものが出てきたらとても良い一年が過ごせると言われているんですよちなみに私は今までまだ三つのうちどれも初夢に出てきたことがないんです もし鷹になってナスを食べながら富士山の上を飛ぶ夢が見られたら完璧ですよね。さて今日は夢の話をしました。ということで今日の一語は「良い夢を」文字通り「良い夢を見てくださいね」という寝る前の挨拶です。 おやすみなさいと一緒に言うことができますよ。例えば、寝るまで誰かと電話でお話をして、電話を切るときに、じゃあもう寝るね。おやすみなさい。良い夢を。というように使えます。SNS で友達に書いてもいいですね。それでは、また次回お会いしましょう。良い一日を。またね。